ジョナス・グレーはアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはランニングバック。大学時代はノートルダム大学でプレーしていた。2012年、ドラフトで指名されなかったグレーはマイアミドルフィンズとフリーエージェント契約し、その後2013年にボルチモア・レイブンズに練習生として所属した。グレーはミシガン州ポンティアック出身で、高校は ミシガン州オークランド郡のデトロイトカントリーデイスクールに通っていた。2008年から2011年までノートルダム大学に所属し、1年時から3年時まではアーマンド、アレン、ロバート・ヒューズ、シエル・ウッドの控えとしてプレーした。4年時にはウッドとプレータイムを分け合い、114回のランで791ヤード、12TD を上げた。 ボストンカレッジとの試合で ACL を断裂した。2012年、マイアミドルフィンズとドラフト外フリーエージェントで契約を結んだ。PUP リストに入れられて、膝のリハビリに励んだ。2013年8月31日のファイナルロースターカットでドルフィンズから解雇された。9月2日、ボルチモア・リーブンズとプラクティススクワット契約を結んだ。2014年1月10日、 ニューイングランドペイトリオッツとフューチャー契約を結んだ。2014年11月16日、NFL デビュー4試合目の出場となった第11週のインディアナポリス・コルツ戦で201ヤードを走り、チーム記録となる 4TD を上げて、42から20の勝利に貢献した。NFL 入り後、TD を上げたことのない選手が1試合で 4TD を上げるのは、 1921年以来のことであった。しかし、同月20日に、ペイトリオッツがレガレット・ブラントを獲得したこと、グレーが21日の練習に遅刻したことを理由として、ビルベリチックヘッドコーチは、11月23日の第12週、デトロイト・ライオンズ戦では彼を試合に出場させなかった。第13週のグリーンベイ・パッカーズ戦では、1回の ランで4ヤードを獲得したのみであった。チームはこの年、第49回スーパーボールを制したが、グレーはプレーオフ3試合すべてでインアクティブとされた。この年彼は89回のランで412ヤード、5TD を上げた。2015年9月5日、ペイトリオッツから解雇された。9月9日、マイアミドルフィンズとプラクティススクワッド契約を結んだ。9月11日、 アクティブロースターに昇格したが、9月14日にウェーバーされ、その2日後に再度ドドルフィンズのプラクティススクワットの一員となった。9月22日にアクティブロースターに昇格したが、11月10日にドルフィンズから解雇され、翌日プラクティススクワットに加わった。12月15日、ジャクソンビル・ジャガーズと契約を結んだ。ありがとうございます。